取締役活動中の田島です。グロスピタイスキー方程式の説明もこれで4回目となりましたが、まあ、今回はそのグロスピタイスキー方程式を導出する上で大事な量であるエネルギーをどうやって計算するかということについてちょこっと説明していきたいと思います。でエネルギー前回最後の動画でちょこっと説明しましたが、その前に今回の内容に関しての詳細については概要欄にあるホームページのところに PDF のリンクがありますので、そちらもぜひご覧ください。では戻りたいと思います。でこの内部エネルギーが、波動関数をハミルトニアの、プサイスタープサイで挟んで、で和を取ったら全エネルギーですねっていうふうなのを出したと思うんですけども、ここの動画ではこれ具体的にどうやってやっていくかっていうことを見ていきたいと思います。で先ほど の前回の動画で紹介したハミルトニアをそのまま代入して、あと波動関数も今凝縮体を作っているということで、このシングルパーティクルステート の掛け算で掛けますよというふうに今したものを代入したのがこちらの結果となります。でこれ実際に計算できるかっていうと、すぐにできる全部数字を出せるわけじゃないんですけど、より簡単な形に書き換えられますよというのが今回の話です。でポイントになるのが、それぞれこうやって2つの項があるわけなんですけども、これ結局空間積分やりますよというふうに言ってるんですけども、もともとのこの条件ですね、幾何学化条件を、2回前の動画でちょっとご紹介しましたけど、これに立ち返って考えてみると、ここに出てくるハミルトニアの中に R1 と R、I' とか今書いてますけど、これにかかってもないようなものに関してのこの積分に関しては、それは基本的には別にもうハミルトニアに関係なく、ただ1がかかっているだけですよというふうになっちゃうので考えなくていいと。でそうするとこの例えば一粒子エネルギーのこのハミルトニアのところに入っているものは今 I'目って書いてるんですけども、その部分だけを気にしましょうというふうに考えると、それの割に書き直せますよというふうに今なっています。あくまでこのたくさん挟んで掛け算してますけど、この和の部分のとこだけが重要ですよと。和にかかってくるこのプライムとか、I'、こっちで今 I にちょっと簡単なために書き直してますけど、その部分だけ考えましょう。それ以外は全部1になっちゃいますよというふうになると、1項目の部分はこんなふうに、ハミルトニアのこの和の記号が外に出せて、級数の記号ですね。外に出して、で中身の部分がこうやってありますよねっていうふうに書き換えることができますと。で、I 番目ってラベルつけてますけど、最終的にはそんなものは必要。基本的に全部同じですよというふうに考えると、この I っていうラベルもいらなくはなるんですけども、そんなふうにまず1項目は処理できます。で、次にポイントになるのが、この積力相互作用の2項目の部分ですね。で、ここの部分に関しては、このクロネッカーデルタっていうやつが、クロネッカーじゃない、デルタ関数っていうのが中に入ってますね。で、あとサメーションがそれぞれ、このデルタ関数の中の1の演算子のこの1のラベルに関しての和を取りましょうというふうになっているんですけども、これに関してもこの例えば和の以外に入っているようなやつとかは基本考えなくてもいいということを考えると、この和を外に出したら、その中身に関してのやつをやっぱり足し上げて、でそれ以外の部分に関してはやっぱり幾何学条件で1だから気にしなくていいというふうになっています。でちょっと今 RI、RJ というふうな2つあるわけなので、それぞれに関しての、ファイスター、ファイっていうのがそれぞれ今入ってくるようになってます。で、それに加えてデルタ関数がいるというふうになるんですけども、こうやって見ると積分、今空間積分2発ありますが、デルタ関数で1発落とすことができます。で、そうすると R1 と RI と RJ はイコールですねっていうやつが出てきて、最終的に得られるのがこちらっていうふうになってます。はい。で今和を取りましたよっていうようなものですけども、どれに関してもぶっちゃけ詳細は変わらないですよねっていうことを考えると、単純に、1個に関して N 倍したものですよと今書くことができます。なので今 I 番目ですよというラベルを、ここで取っ払いました。さっき言いましたように。で最後に相互作用項に関しては、今 I と J に関しての2つの和があるんですけども、これに関しては代償関係一応定めて順番を決めておきましょうねとかっていうふうなのがあったんですが、これはいわゆる組み合わせみたいなもので、2分の1の、コンビネーション N の2で計算して、で今 N で全体くくり出したので、この係数が今残ってますよと。で、デルタ関数の部分に関して空間積分で積分したので、そうするとここの部分2乗2乗だったのが4乗になっているというふうな感じになります。はい。とりあえずこの動画ではここまでということで、はい。
次回引き続きここから先の話を説明していきたいと思います。どうもありがとうございました。